出ればいい。わかりやい。強い気が向かってきている。言わずとも分かる。
お前も同じことを考えているはずだ。始めようじゃないか、強者との戦いを。お前はせん、どうしてこんなところに。何が目的だ、答えろ。そう焦るな、私はただ強い相手と戦いたいだけだ。なんだって、貴様またセルゲームでもやるつもりか。横にいるお前もセルに協力するなら容赦はしない。これほどとは。どうした、それで終わりか。やむを得ぬ。ここはターゲットを発見した。これより対象を殲滅する。お前たちは。ここは僕たちに任せてよ。なんて言ったって僕たちはスーパーヒーローだから。鬼気に誰もこの場を任せた。了解。ああ、思ったよりやるじゃないか。そう来なくっちゃ。それにしてもこいつなんかセルマックスに似てない。おそらく以前博士が言っていたオリジナルのセルだ。こいつがなんか大したことなさそうに見えるけど。お前たち気がないな。新型の人造人間か。だったらどうした。どうもしない。完全体となった今の私には、お前たちが何者だろうとどうでもいいだけだ。せいぜい私たちを楽しませてくれ。正義が負けるものか。重大な損傷を確認。冗談きついな。こんなに強いとか聞いてないんだけど。まあこんなものか。ウォーミングアップ程度にはなったが、ちょうどいい。奴らが戻ってきたようだぞ。待たせたな。話はピッコロさんから聞きました。あとは僕たちに任せてください。セル、今度は何を企んでいる。さっきピッコロに説明したはずなんだがな、私たちはただ強いものと戦いたいんだ。なんだって、まさかまたセルゲームを始めるつもりじゃ。反応までピッコロと同じとは。さすがは師匠と弟子と。でも言っておくんか、強い。僕たちの知っているセルとはまるで別人みたいだ。ああ、セルの、セルの役人であいつは実力を破壊しない。俺たちも知らないことない。すまない、ごめん。あとお前に任せ。ピッコロさん、お前たちの欲も、欲もピッコロさんを。それがお前の本気か、孫悟飯。お前たちは本気で僕を怒らせた。で、すると思うな。そうだ、そうでなくてはな。思ったよりはやるな。このまま
ってると思っているのか。邪魔だ。こんな奴らに負けるわけには。もうゴーン。ピッコロさん大丈夫なんですか。お前が時間を稼いでくれたおかげでな。俺たちで地球を守るぞ。はい。しぶとさだけは褒めてやろう。ああ、それだけだ。あいつら舐めやがって。ゴーン行くぞ。今すぐこの星を壊すことはしない。私たちの強いものが残っている限りはな。シーツ